ZSSK425.95 系電車、ZSSK861 系ディーゼル動車、ZSSK ブドンペア型高速用に当客車ゾズ、ウルート機株式会社は、スロバキアジリナケンマルチン郡、ウルート機市の大手鉄道車両製造企業である。スロバキア国鉄ウルート機鉄道研修後期車を1994年9月30日に、分離民営化して発足した。 国内最大の鉄道車両メーカーで、国鉄系鉄道事業者である、鉄道企業大スロバキアを中心に高速用客車、近郊輸送用電車及びディーゼル動車の申請を手掛けているほか、電気機関車を中心に、鉄道企業大、スロバキア及び、鉄道企業大カーゴスロバキアの機関車、電車、客車の研修を手掛けている。2000年以降、積極的に、 鉄道車両の国産化に取り組み、スロバキア国鉄425.95系電車、鉄道企業体840系ディーゼル同社では、スタッドラー、ダイムラークライスラーレールシステム及び同社を買収したボンバルディアトランスポーテーションとの共同企業体で製造を受注。2011年製造開始の鉄道企業体、スロバキア861系ディーゼル同社では、 機動車の純国参加を果たした。また、老朽客車の置換用として、鉄道企業大スロバキアが増備を続けている、インターシティなどの高速用客車の申請も行っている。ハンガリー国営鉄道時代の1874年に開設された蒸気機関車及び、客貨車の研修工場を前身とする。後、チェコスロバキア国鉄ルート機鉄道工場となり、 1960年1月には、蒸気機関車の研修業務を終了して、電気機関車の研修工場となった。1980年代にかけて、施設増強と近代化が推進された。1987年の、鉄道研修後期事業分離では、ズボレン、トルナバと共に、スロバキア域内の3鉄道研修後期支社の一社として、独立再産制に移行した。 ありがとうございます。